郷義弘は南北朝時代の越中の東高、郷義弘とも、腰中国新川郡、松倉郷に住み、27歳で母子したと伝わる。氏は、岡崎忠史衆、または腰中則重主と言われ、郷、または郷と称する。正宗重鉄の一人とされ、宗州政宗、阿波田口義光と共に、 名物三作と呼ばれるほど珍重され、各大名はこぞって手に入れたがった。しかし、吉弘と在名の作は皆無であり、鑑定家の本阿弥が極めをつけた代物、無名であるが里だろうと言われるものしか存在しない。また、作風が似た刀を本阿弥が里に出世させたものもあるという。そのことから、里とお化けは見たことがないと言われるほどであった。ただし、これは、 存在を疑うものではなく、罪名品のないことを言ったまでである。室町中期の統計書、大関省には、孔と名のある作刀を載せ、五郎入道の弟子とある。越中松倉郷に従したことから、郷と称するというが、小笠原忍は、郷は、各地に無数にあるものであり、本来は、孔で、大江氏の出自であることを表したものではないかと、推測する。 作風は、総集伝を基調として、地場共に明るくさえるのが特色である。いわゆる、北国物は、私鉄が黒ずむのが特色で、郷義弘のみ異質であることから、その存在を否定する説や、作風に共通点のある、山和国の投稿と混同されているのではないかとの説もある。新闘機の長袖京とが死縮したと言われ、その作を狙った刀を打ち、井上深海、 南紀重国など、一流の投稿たちもこの作を写したりしており、後世に与えた影響は大きい。国宝、重要文化財に指定された刀が多く、おそらくすべての日本刀の中で、最も入手困難な投稿作品の一つである。刀金像岩名天章十三十二月飛行、本編磨く上の所持、稲葉勘江文城、吉弘の原尊作刀で罪名のものは解無である。 上記の金蔵岩名、種名は本阿家による鑑定名であり、吉弘本人が来た名ではない。2014.2015年の文化庁による所在確認調査の結果、所在不明とされた物件については、所在不明とした。ありがとうございます。